はい、今日はこのチューリップの折り方をご紹介します。とても簡単に折ることができます。では早速作っていきましょう。用意する折り紙は15センチ四方の折り紙が2枚です。1枚はチューリップの花の部分で、1枚は葉っぱの部分になります。あと他に糊を用意しておいてください。まず花の部分から折っていきましょう。まず白の面を上に置いて、下から上に向けて三角形に半分に折ります。さらに三角形に半分に折ります。一度開きます。そして今中心についている折り目のこの下の縁のところ、下の縁の中心ですが、ここを起点に右の部分をこのように、この下の縁の中心のところから左の方にこのように折っていきます。そして折った時にここの縁と下の縁が平行になるように、まっすぐ平行になるように位置を決めて折ってください。折れたら一度開いておきます。こちらも同じように下の縁の中心から左の部分を右に折り上げます。そして折り上げた時にここの縁と下の縁が平行になるようにバランスを見て折っていきます。一度開きます。ここの折り筋で右の部分をもう一度このように折って、次はここの縁と外側の縁が合うように折ります。一度開いて、この部分を立てるようにすると、この中がこのように中が開くようになっています。このように広げて、今ついている折り筋通りに開いております。こちらも同じようにここの折り筋で一度右側に折って、ここの縁と外側の縁が揃うように折り返します。一度開いて、この部分を立てて中を開いて折り筋通りに広げております。ここまで折れたら一度裏返します。下の角を少し上に折り上げます。だいたいこのぐらい折り上げておきます。右の角と左の角、それぞれ少しずつ内側に折ります。このぐらい少し折り込んでおきます。これを表に返すと
これでチューリップの花が完成です。次は葉っぱの部分を折っていきます。白の面を上にして、下から上に三角形に半分に折ります。さらに三角形に半分に折ります。開きます。そして上と下を位置を入れ替えて、角が自分の方に向くようにこのように置きます。下の角を上の縁に合わせて折り上げます。まっすぐ折り上げます。次は下の縁がそれぞれ中心の折り筋に合うように折り上げます。ここがここに合うように、このように折り上げて、こちらも同じように中心に合わせて折り上げます。裏返します。下の角がここの縁に合うようにまっすぐ折り上げます。そしてこれを表に返すと、これで葉っぱの完成です。この葉っぱと花をこのように重ねて糊で貼り合わせていきます。葉っぱと花の位置はこのように葉っぱの上にチューリップの花を重ねてもいいですし、葉っぱの間にこのように挟むようにしたり、花の向きもまっすぐにしたり斜めにしたり、好きな位置で重ねて貼り合わせてください。糊を用意して重ねる位置を決めたら、花と葉っぱの重なるところに糊をつけて貼り合わせていきます。これでチューリップの花の完成です。ちょっとコローンとした形の可愛らしいチューリップです。とても簡単にできるので、皆さんいろいろな色の折り紙でこのチューリップの花たくさん作ってみてください。このチューリップの花作ったよという報告、ぜひコメント欄に書いてくださいね。待ってます。